菊池次夫第一巻、139ページ。中途文章論1、ナッハハウゼ、家へ、すなわち自宅へ。熟語みたいなもの、ナッハハウゼゲイエン、ナッハハウゼゲイエン。帰宅する、ナッハハウゼゲイエン。在宅である、ツーハウゼザイン、ツーハウゼザイン。アットホームやね、アットホーム、アットホーム。徒歩で行く、フースは足、ツーフースゲイエン。ツーフースゲーエン、スに注意。ツーフースゲーエン、オンフット、オンフット、こうですね。次は、はい、文例を見よう。140ページ。140ページ、あなたは私の兄弟を愛しますか？リーベンゼー、マイネンブルーダー。リーベンゼー、マイネンブルーダー。この男の子は家へ帰るのか？ゲートディザーギュンゲナハハウゼ。ゲートディザーギュンゲナハハウゼ。次、141ページ。定型動詞と不定型動詞。私は歌うことを教える。イヒレレジンゲン。これ注意。イヒレレジンゲン。イヒレレジンゲン。私は踊り方を学ぶ。学ぶ。レルネ。イヒレルネタンツェン。イヒレルネタンツェン。私は喫煙しに行き、ラウヘン。ラウヘン、イヒゲーラウヘン、イヒゲーラウヘン。これを不定形で言うと、歌うことを教える、ジンゲンレーレン、ジンゲンレーレン。踊り方を学ぶ、タンツェンレルネン、タンツェンレルネン。喫煙しに行く、ラウヘンゲーエン、ラウヘンゲーエン。142ページ。対照的接続詞。ニヒトゾンデオン、およびニヒトヌーゾンデオンアウ。はい、ノトンリバトウソ。はい、これこれ。イエディアとイエネを混同するな。イエディアはザって。イエディア、イエディア、イエディアは、イチ、イチ、エブリ、エブリ。イエディア。イエニア、ディザイエニア、ディス、ダート、ディス、ダート。次、143ページ。第7項、動詞の不規則な認証変化。144ページ。ゲーベン、ゲーベン、ゲーベン、与える。ゲーベン、イヒゲーベ、ドゥギプスト。エアギプト、ビアゲーベン、イアゲプト、イジゲーベン。で、このようなね、不規則なやつは、ゲーベン、ギプスト、ギプト、エッセン、食べる、イスト、イスト、ヘルフェン、助ける、ヘルプ、ヒルフスト、ヒルフト、シュプレヘン、スピーク、スプリスト、スプリスト。ステルベン、死ぬ。ステルベン、ダイ、ダイ、死ぬ。ステルベン。ステルプスト、ステルプト。忘れる、ファゲット、フェアゲッセン。フェアゲッセン、フェアギスト、フェアギスト。レーゼン、読む。レーゼン、リースト、リースト。ゼーエン、見る、シー。ゼーエン、ジースト、ジート。ネーメンはテイク。テイク、連れていく、持っていく。テイク、時間を要する。テイク。テイクは、
連れて行く、持っていく。take 反対 bring、 bring 連れてくる、持ってくる。take it takes 人、時間、苦労。take を要する、要する。時間がかかる、時間がかかる。 take name 取る、まあ take ですね。 name nimst nimt。 最後文例。 es gibt seinem Nachbar einen Apfel。 彼は自分の隣人に一個のリンゴを与える。 er gibt、 er でした。 er gibt seinem Nachbar einen Apfel。なんとかに、なんとかを。146ページ。文例2。隣人の子供がリンゴを食べている。Das Kind des Nachbars isst einen Apfel。 さ、彼はしょっちゅう自分の細菌を忘れる。Er vergisst immer seine Frau。 今、いつも、always。 4番。父は自分の隣人たちに手を貸す、手助けする。 Der Vater hilft seinen Nachbarn, seinen Nachbarn. Helfen 三角、Helfen 三角。5番、仮に君の子はもう非常によく話す。 Dein Kind spricht schon sehr gut. Schon すでに。 Dein Kind spricht schon sehr gut. 6、真理は決して施設。ni は never, ni, 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 never. Die Wahrheit stirbt nie. Die Wahrheit stirbt nie. The truth never dies. 7番、彼は彼の父の手紙を読んでいる。Regen, Regen. Er liest den Brief seines Vaters.Brief 手紙。Er liest den Brief seines Vaters. 8. 君は君の隣の家の人が 窓辺に立っているのを見る。Du siehst deinen Nachbar am Fenster stehen. Stehen 立っている。Du siehst deinen Nachbar am Fenster stehen.窓際に立つのは安全上良くない。狙撃されたらどうなるということを想像しよう。Du siehst deinen Nachbar am Fenster stehen. 9. 彼は彼のカバンを取って去る。Take, take. Nehmen, nehmen. Er nimmt seine Tasche und geht. Er nimmt seine Tasche und geht.147ページ。乗り物で行く。ファーレ。私が行く。Ich fahre du fährst, er fährt. Wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. 次、ファーレ、乗り物で行く。ファーレン、fall, fell, fall. ファーレン、落ちる。ファーレン、fährst.148ページ。ファンゲン、キャッチ、ファンゲン、捕らえる。フェングスト。シュラフィン、スリープ、シュレフスト。次、シュラーゲン、ストライク、打つ。シュラーゲン、シュレクト。ハルデン、保つ。ホールド、ヘルド。テル、トールド、セル、ソールド。ホールド、ヘルド。こうですね。ホールドオン。ホールザライン。スイッチを切るの。ホールドオン。で、ハルテン。ハルテン、ヘルスト、ヘルト。受け取る、エハルテン。ハルテンにエアつけて、エハルテン、受け取る、レシーブ。
erhalten, erhalten, erhältst, erhält, erzählen, 物語じゃない。あれは、R ですね。erzählen Sie mal etwas von München。分例。1、一人の婦人が自転車に乗っていく。fahren。ミッド三角。eine Dame fährt mit dem Auto。2、一人の少年が木から落ちる。意識を失ったら植物人間。わあ、命に関わる。はい、絵を見て想像しよう。怖いね。そうすると忘れられない。ein Junge fällt vom Baum。ein Junge fällt vom Baum。さあ、君は一羽の鳥を捕らえる。du fängst einen Vogel。Du fängst einen Vogel. Vogel, 鳥、鳥。Wandervogel. Wandervogel. うん。山歩き。Wandervogel Club. Wandervogel Circle. Du fängst einen Vogel. 4番。彼女の子供はもう眠っている。Kind schläft schon, すでに。5、少年は妹を手で叩く。やばいやつですね。Der Junge schlägt seine Schwester mit der Hand. Der Junge schlägt seine Schwester mit der Hand. Mit der Hand. 6番、彼は自分の帽子を手に持っている。Hold, held, held. Er held seinen Hut in der Hand. Er held seinen Hut in der Hand. 7. おじは一通の手紙を言う友達から受け取る。Er halten, receive. Der Onkel erhält einen Brief von seinem Freund. Der Onkel erhält einen Brief von seinem Freund.フロイント。ラウフェン、走るの人称変化。ラウフェン、ラウフェン、ラウフェン。149ページ。Ich laufe, du läufst, er läuft. Wir laufen, ihr lauft, sie laufen. ラウフェン、走る。Wissen, 知っている。Wissen, 知っている。私は知っている。以下。Ich weiß, du weißt, er weiß. Wir wissen, ihr wisst, sie wissen. 分例1。私たちの小先生はいつも私は知らないと言う。Unser Lehrer sagt immer, Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. 2。子供は庭にいる。しかし母はそのことを知らない。Das Kind ist im Garten, aber die Mutter weiß es nicht. Das Kind ist im Garten, aber die Mutter weiß es nicht. S はそのことを。3番。子供は道路上走っている。危ないね。Das Kind läuft auf der Straße. Das Kind läuft auf der Straße.うん、150ページ。フォムはフォンデムの略。まあ、短縮形。イムはインデムの略。エアギプト、エアギプト。ゲーベン、ギプト。ギプトの発音。152ページ。Z との綴り。この単語の覚え方、文例を日本語から英語に直るようにする。日本語から英語に直るようにする。関口、この第1巻で、大体が、第2外語のドイツ語、前期文か。
と言える。それで、第二巻やったら好気分好気分好気分、第三巻までやったら二年次のドイツ語全部になる。あ、韓国語、いや、ハングル文字を書けるようになったら、あと、主な単語を覚えたらいい。そうしたら、ハンソン先生、孫先任務の、あれをやっていけば、1年分、韓国語、朝鮮語、1年分、1年分、1年分。というふうになります。はい。